皆さんこんにちは、堀岡たまみ会のお疲れ講です。本日は学生の頃の友人からのご依頼で、とても幸せなことにウェディングパーティーの総括をすることになっております。ただですね、意気込みの時間が30分しかなくてですね、それに対して総括のスペースがかなり広かったので、昨日事前にこのようなフラワーアレンジメントを受けておきました。こちらのお花と合わせて、何か新郎新婦やご来場いただいた皆様に喜んでいただけるようなお花を生けていければなと思っております。今ご覧いただいたアレンジメントは車の一番後ろに積んであるんですけど、器や枝物は事前に会場に置いといてもらっています。いやー、30分か。頑張っていきたいと思います。それでは会場へ移動。はい、ということで、時間がないので早速行けていきたいと思います。トモキ、そしたらほい、ジョウロに水入れてくる。オッケー。これも、あ、それも、今のところこの位置だと結構全体的に入っているから、渡りの動きが。なんかやったりしながら。は？え、俺が？あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。どの程度何をしたかしらすみません、後で確認させていただきます。はい、わかりました。あ、場所時間適当になんか動くのが大体5分くらいで時間の効果。ガラスの玉らしい。何するんでしょう。渡る。今40分。今40分。うん。これ。
人にもこうやって映ってもいいよ。いや、やだよ名前出すなしめっちゃ特徴的な名前なんだよ電気でーす。アスパラガスを開けていくんですよ。これはアスパラガスか。アスパラガス。普段僕らが食べてるアスパラガスは、そう、それの葉っぱなのかな。もっと太い部分ってことになる。うん。これは葉っぱなんだけど、これは葉っぱじゃないらしいんだよね。光合成しないんだって。あ、じゃあ光合成のためにできてるのって感じ。緑色だし。だよね。だから光合成。そうだよね。するための期間なんだ。葉っぱじゃなくて。これ食べれるんですか。食べれるよ。開けたよ。ありがとう。45分です。45分。そしたらなんかそう、そう、ガラス玉職人の高久くんの。そうだ。いや、15分でいい。高く。ちょっとさ、代わりに回してる。これカバン置いてきちゃった。ありがとう。クローズアップします。さすが。ちちち。またあと10分ぐらいかな。またと。ありがとう。そのガラス玉は何ていう名前なんですか。このガラス玉はガラス玉。まおじいちゃんみたいなことやっちゃう。たまに自分の指が入る。しっかりして。
長いやつは、まあ、ほっかけたり、下に見てたら、ここに全部飛んだって。あ、ゴミ？女子です。あと5分、あと5分、OK、じゃあな、トルコピ鏡を開けていく、見せる仕上げで、え、観客に見せる仕上げを、ああ、いや、いいやそんな余裕はない。これとかね、なんかみんなの前で入れてると喜ばれそう。このでっかいこの瓶みたいのはどうやってバランス取ってるんですか？これはこの流木にこう針金で結びつけたりとか、あともう枝のバランスで。なるほど。いや、いいとこに目が行きますね。まあ、農学部出身何の農学部も生きてないわ物理の単位取れなくて教職諦めたって言うな。いや、俺もだから俺もだ物理基礎がきつすぎてやる。そうだよね。あ、そうか。あの今々しい教科書まだ持ってる。今々しい。初だよね。夏季の冬。ちょっと寄ったりとかする。ルーペでも何でもないやつ。あ、そっか。今日の僕の夜ご飯のアスパラです。もう自由にやっちゃって。ウォーターバイさん、ソルトバイさんじゃなくてウォーターバイさん。どういうこと？肘に当てなくていいんですか？あ、そうやってる。そう、緊張してるから。そうやって最後だな。よしよし。もういけてくよ。もう一回だけちょっと今うまく入ってない。いけてくよ。お水どうぞ。ありがとう。あら綺麗。はい、どうぞどうぞ。すいませんよ、どうぞ。まだもういけてくよ。師匠いつもそんなチャラい感じなの。よし、じゃ
はちょっとこれが最後だから片付け、あ、ありがとうございます。もう持っちゃったかな、なくなったら持ってくる。あ、デモンストレーションが美しくない、あ、なんでもないすいません。それは何ですか。ラスト、マイラックスいけてきます。はい、こういうのを最後に飾り付けるときはどういうことを意識して飾り付けるんですか。スタジオのものというか、いや今日はあれですね、2人の幸せを願って気持ちを込めて最後は時間ないから適当なの解説がダメ。そしたらその辺も全部階段の下の方に、あ、これいいね。だけどこのアングルすごい綺麗。あ、うん、後ろの景色こっちから光当てたり。ラストだ、ポン、ここに入れようか。これなんか何ですか。あ、うん、このままだ。めちゃめちゃいい。水を、最後、これでいいか。気持ちは分かる。さっき散々珍しいって言った。いや、地味にいるからね。600人ぐらいいるから、同じ感じでも。疲れた、なんとか間に合いました。あとは新郎新婦ご来場いただいたお客様に喜んでいただければと思います。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは。